英語の形式的統合論において多複合文あるいは複合形容式構造とは、訴求不定詞と呼ばれる不定詞用法のうちの一つであり、次に示す例文のように主説の動詞の構造上の主語が論理的には従属説の不定詞の目的語となっている公文を指す。基本的には難易度あるいは感情、価値判断を示す形容詞の後に不定詞が続く形で表現される。 ローゼンバウムはこの現象をタフ公文と命名した。この名は、さきののような原型の例がタフという語を含むことに由来する。さきの2例において、ディスプロブレムは論理的にはソルブの目的語であり、クリスはプリーズの目的語である。従って以下のようにパラフレーズ可能である。あるいはこうした文法構造を取ることが可能な形容詞の例として以下が挙げられる。 amusing, annoying, awkward, bad, beautiful, beneficial, boring, comfortable, confusing, convenient, c o n v e r s o m e dangerous, delightful, depressing, d i s i r a b l e difficult, dal, easy, educational, embarrassing, essential, excellent, exhausting, expensive, fashionable, fine, fun, good, great, hard, ホリブル、アイデアル、イリーガル、インポータント、インポッシブル、インプレッシブ、インストラクティブ、インタレスティング、イリテーティング、ローズサム、ネセサリー、ナイス、オッド、ペインフル、プレザント、プレジャーブル、レア、リスキー、セーフ、シンプル、ストレンジ、ティディアス、テリブル、タイアサム、タフ、トリッキー、アンプレザント、ユースフル、ウィアード、また、形容詞に限らず、エプレジャー。 エイブリーズ、A 新シンチなどの名詞もこの構造を取ることが可能である。主節の動詞としてテイクが用いられる場合もある。ありがとうございます。